みんなに嫌われるんですよ。校長忍ぶ覚悟。いやみんな元気？音符だよ。音符は小学1年生。今は学校の休み時間でクラスの男の子たちと鬼滅の刃ごっこして遊んでるんだ。音符はもちろん可愛くて大好きな校長忍ぶ役。ちょっと男子、男子ってほんとうるさくて乱暴、教室で暴れたら危ないでしょ。この子は学級委員の光ちゃん。なんかあるとすぐ注意してくるの。うるさくしてごめんね、光ちゃん。ね、音符ちゃんも一緒になって鬼滅ごっこしてたの？音符ちゃんは女の子なのに。男子だけかと思って怒っちゃったじゃない。ほら、教室で騒いだら他の子の迷惑になるでしょ。光さんは本読んでたのよね。気が散っちゃったわね。ほらみんなも迷惑かけてごめんなさいしましょう。ごめんなさい。これからは気をつけてよね。はい、もうおしまい。では授業始めますよ。教科書の15ページを開いて。ふん、光ちゃんはいつもこの調子でプリプリ怒ってるの。男子のこと嫌いなのかなってくらい男子ばっかり注意する。給食の時間。音符のクラスは男の子も女の子も関係なくみんな仲良く遊んでるんだけど、光ちゃんだけはいつも男の子のことをとっても嫌っていた。男子はガサツで食べ方も汚いし。ほら、またこぼしてる。食事中は静かにするって習わなかったのかしら。まったく、女子校に行けばよかったな。失敗した。光ちゃん、今はトランスジェンダーの時代だから男の子はとか決めつけるのは良くないんだよ。え？音符さん、トランスジェンダーなんて知ってるの？現代の重要課題ですから。すごい、最新の時事問題よ。いつも寝てるくせにそんな難しい知識を披露するなんて何者？あ？音符ちゃん、一体何の話してるの？時事問題に興味ある子は伸びるよ。てか先生ってば何よ、すごく音符ちゃんのこと褒めてるじゃない。悔しい。トランプジェンガ、トランプジェンガ、トランスフォーマー。それなら私だって知ってるもん。てか私そんな野蛮なロボットアニメの話なんかしてないんだけど。全然違うプンに。だいたいね、音符ちゃんってば女の子のくせにいつも授業中に寝てばっかり。学校はお勉強をするために来るところなの。私たちみたいにちゃんと授業を受けてる子の迷惑になるんだから、しっかりしてよね。はーい。迷惑をかけるのは男の子のはずなのに、音符ちゃんってば本当に手がかかるんだから。でもどんな子も私は見捨てないわ。前先生に光は正義感がある女の子って褒められたんだもん。忙しい先生に代わって私がこのクラスの風紀委員として頑張らなくちゃ。それにしても音符ちゃんってお家でどんなしつけされてるのかしら。私のママだったら娘が居眠りばっかりしてるって知ったらショックで気を失ってしまうわ。音符ちゃんのママはよっぽど教育に興味がないかのんびりしたお母さんなのね。そんな、いくらお友達でもママのこと悪く言ったら許さないんだから。掃除の時間。ねえあれまだまだ。光ちゃん、男子が掃除してくれないの？また女子に押し付けてサボってるの？男子ってば最低。やば、光に見つかった、逃げろ。待て男子。男子は許さないっていうか悪は許さないって感じだね。注意してくれるのはいいんだけど熱すぎるっていうか、なんだか光ちゃんって小さな先生みたいだね。それだ、同じ生徒っていうより先生みたいなんだよね。逆らうと先生に言われるし面倒。光ちゃんはいつの間にか小さな先生という裏のあだ名で呼ばれるようになっていた。最初は男子だけに注意していたのに、次第に目についた人誰でも注意するようになった。いつも光ちゃんに見張られているような気がして、学校にいる時はみんなビクビク。さてと、ルールを守らない人はいないかしら。私がきっちり正しい道へ指導してあげますよ。お腹痛い。教室のエアコン効きすぎでお腹冷えちゃったよ。みんなに先越されないように急がなきゃ。ああ、廊下走っちゃいけないんだ。光ちゃん、今ちょっと見逃したよ。見逃しません。先生
せに行ってやろう。もうやだ。あ、グリーンピースたくさん。リリーグリーンピース苦手。ちょっとくらい残したって。よしよし。先生、リリーちゃんがグリーンピース残してまーす。なんで言う？先生、口答えしてまーす。そんなことしてないない。光ちゃんは何かあるとすぐに先生に言いつけるので、だんだんみんなも距離を置くように。みんなは光ちゃんが近くにいるときにはおとなしくなるので、教室はいつもシーン。あれ？最近みんな静かね。騒ぎすぎるのは良くないけど、もっとみんなで楽しくおしゃべりとかしていいのよ。みんなルールを守れるようになってきたので、授業がはかどっていいですね、先生。そうね。この間はあんなに暴れてたのに、なんなのよこの静けさは。まあ確かに授業は進めやすいし、いっか。翌日、みんな国語の教科書を開いて。最初は誰に読んでもらおうかな。じゃあ今日の先生のラッキーナンバーに昨日食べたパンケーキの数を足して。音符？音符さん？先生、音符ちゃんまた授業中に居眠りしてます。音符ちゃん、ここは家じゃないんだよ。もう食べられないよ。何寝ぼけてるのよ。ほら起きて。ごちそうさま。ひかりさん、もういいわよ。音符のことは放っておきなさい。でも、ほんといつも寝てるんだから。まったく、こんなに授業中寝てるのにテストだけはいつも満点なんだから不思議よね。はい、じゃあ同じところ、さくらさん読んでくれる？はーい。なんで音符ちゃんはいつも居眠りばっかりしてるのに怒られないの？悪いことしてるのに特別扱いだなんて許せない。音符ちゃんのためを思って注意してあげてるのに、私の優しさを何だと思ってるのよ。先生も音符に甘すぎるんだから。その日の放課後、そうだ、国語の時間に音符ちゃん寝ぼけておかしなこと言ってたよ。そうそう、もう食べられないとか言って。え、そんなこと言ってたっけ？何の夢見てたの？あんまり覚えてないんだけど、プニニーランドで遊んでたらポップコーンが降ってきて。いいな、リリーもポップコーンの雨欲しい。そしたらひかりちゃんの声が聞こえてきたんだよね。おんぷちゃん、もう食べられないよ。苦しい、プニー。おんぷちゃん、一回寝るとなかなか起きないもんね。今日もひかりちゃんめちゃくちゃ怒ってた。え、そうなの？ひかりちゃんなんか最近張り切ってるね。うん、いいクラスにしようと頑張ってくれるのはいいんだけど、なんか先生よりも口うるさくなってきちゃってるもんね。休み時間もずーっとプンスコ。前はあんな感じじゃなかったよね。そうそう、どっちかっていうとおとなしくて、一緒にお絵描きして遊んでたもん。鬼滅の刃の絵とかすっごく上手だったよね。怒ってばっかりいないで、もっと普通に遊んだりしたらいいのにな。その日の夜、難しい。あら、音符どうしたの？あら、かわいいカバさんね。カバじゃないもん、プニだもん。あ、そう言われてみればそうね、上手だな。よいしょっと。ママも久しぶりにお絵描きしてみようかな。クラスにね、音符よりもっともっと絵を描くのが上手な子がいるんだ。そうなんだ。でも最近は誰かのこと注意して怒ってばっかりで、全然お絵描きしてくれないの。いつもプンプンしてて楽しいのかな。そりゃ怒ってるより笑ってる方が楽しいわよね。ママは音符が笑わせてくれるから毎日楽しいな。ママ逆でしょ。ママがドジばっかりして笑わせてくれてるんだよ。え、ママドジっ子だったの？今だってほら、ペンのキャップつけたままだからいくらやっても書けないよ。嘘、やだ、もう恥ずかしい。かなではドジっ子というより天然プニ。もしかしたらそのお友達にはそうする理由があるのかもしれないけれど、でもできるなら
みんな楽しく笑顔で過ごしたいわね。うん。あ、このプニの絵をプレゼントしてあげたら笑顔になってくれるんじゃない？ママったら、天然なのかいじってるのかわかんないよ。ある日、今日は団体競技の練習をします。みんな、それぞれ3人ずつのチームを作ってください。はーい、一緒にやろうぜ。ね、この3人でやろう。こっちこっち、楽しみだね。はい、じゃあ3人ずつ組めたかな。あれ、ひかりさんだけ1人？おかしいな。他待ってる人いない？ひかりちゃんとチームになる人いないの？え、やばくない？へそ曲げてやつ当たりされちゃうよ。何よ何よ、みんなして私のことばっかりして。友達がいないんじゃないわ。私に釣り合うだけのレベルの子がいないってだけじゃない。本当、いつものメンバーでさっさとチーム決めてる。悔しい。そうだ、いいこと思いついちゃった。先生、音符ちゃんが嫌がらせしてます。え？ひかり、どういうことかな。音符ちゃんが私を一人にするようにみんなに言って、みんなは私のこと誘ってくれようとしてたのに、ひどい。え、音符、そんなこと。そうよね、本当は私と組みたかったのにやめろって言われたんでしょ。どうだっけ。あなたも音符ちゃんにプニされたのよね。いや、まあ、うん、そうだったかも。ほら先生、聞いたでしょ。私が先生に気に入られてるからってこんなにプニしなくたっていいのに。音符ちゃんがそんなひどいことするなんて。先生、音符はそんなプニさせ絶対にしてません。仲間外れなんてダサいことする人は許さないもん。音符がそんなことするとは思えないけど。先生はいつも居眠りしてだらしない音符ちゃんとルールを守って正義感の強い私のどっちを信じるんですか。ひかり、そういうことではなくて。それとこれとは別の話だよ。音符は居眠りばかりかもしれないけど、人を傷つけたりすることは絶対にしないって決めてるの。ひかりちゃんのことを一人にしようなんて思ってもないし、言うわけがない。勝手に嘘の話を作るのは良くないと思うよ。な、何よ偉そうに。正義感出してるつもり？こんな私に立てつくなんて。先生、私は偉いよね。私が一番正しいよね。先生は前に光は正義感が強いって褒めてくれたんだもんね。光はいい子だけど、もうちょっとね、優しくというか、注意だけじゃなくてみんなと仲良くした方がいいかな。ルールは大事だけど、それよりもお友達と仲良く遊ぶこともとっても大切だからね。そんな先生に正義感が強いって褒められてからずっと先生の右腕になれるようにって頑張って秩序を守っていた私の努力は何だったの。みんなが裏で私のことを小さな先生って呼んでるの知ってたから、もっと先生に頼りにされるようになろうって張り切ってたのに。ひかりちゃんはさっき音符のことを悪者にしようと嘘を言ったよね。嘘を言って人を貶めるようなことは絶対にしてはダメってこと、ひかりちゃんも知ってるでしょ。正義感のある人ならなおさらね。音符ちゃん、ごめんなさい。私、悔しくなって自分勝手なことしてしまったわ。先生に褒められたくて正義感なんてない嫌なやつになってたみたい。ひかりちゃん、先生の何気ない一言がひかりさんを暴走させてしまったのね。褒めてくれて嬉しかったの。私、注意するだけじゃなくてひかりちゃんももっと肩の荷を下ろして楽しもうよ。せっかく同じクラスでお友達になれたんだから。音符ちゃん、そうだ、次の休み時間また一緒に絵描こうよ。ひかりちゃん、お絵描きとっても上手だもんね。先生、3人グループって言ってたけど、ここにひかりちゃんも入れてもいいですか。そうね、そうしましょう。みんなもいいわよね。はーい。学校やスポーツ、どんなことにもルールはある。音符ちゃん、早く早く。はーい、今行くねー。
に縛られるだけではなく、楽しく変えていきたいよね。カリンです。音符だよ。動画を最後まで見てくれてサンキュー。まさか私の一言が原因だったなんて。まあたくさんの子供を見なきゃいけないし、こういうこともあるよね。ありがとう音符。ってなんで私は子供に慰められてんのよ。よかったらみんな動画の感想コメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。バイ、センキュー。